はい、ということでですね、今回はカイクスストリートの、ゴールドの稼ぎ方でシルバーの稼ぎ方で、できるだけシルバーを節約するにはということでですね、まあ、この3つを、ちょっとまあ動画作るって結構前に言ってたんですけど忘れてたので急いで、伝授していきたいと思います。で、まあ、今回ですねこの3つ、紹介していくんですけど、まずはですねこのゴールド、まあ、皆さんが一番気にしてるであろうゴールドですね。ゴールドの稼ぎ方で、次にシルバーの稼ぎ方、そして最後に、節約術ですね。まあ簡単なんですけど、簡単な、まあどうやってねこのシルバーの、無駄遣いをなくすかということを、順番にですね説明していきたいと思います。ではまず、ゴールドのですね稼ぎ方なんですけど、6つあると思います。でまず1つ目がですねレベルアップということで、まあ、今僕46レベルなんですけど、これはですね、まあ、高いのか低いのかまあ分かりませんが、まあレベルアップはですね狙ってするものではないと思います。だからまあゲームを進めてたら勝手にレベルアップすると思うので、まあ、そこに関してはですね、まあ、そんな気にする必要はないと思うんですけど、次2個目がですねクラブのクリアですね。クラブが、こうやっていっぱいあります。アンダーグラウンドとかサーベイとかね、まあ、こういうのをまあ最初どんどんやっていくと思うんですけど、まあ、これをクリアすると、まあそのクリアした時にですね、ゴールドがもらえます。で、まあ、ちょっとですねもうこれちょっと全部クラブクリアしちゃったので、まあ、どこがいくらもらえますっていうのはもうちょっと忘れちゃったんですけど、皆さんもですねこう開いたらこう報酬がですね書いてあると思うんですけど、まあ、このクラブのクリアですね、まあ、これをどんどん、最初はやっていくことになります。で、次にですね各クラブのエリートレースということで、まあ、これはですねこのクラブを全てクリアすると、まあ、こういうですね、まあ、エリートレースっていうのが開放されるんですけど、これですね、まあ、C6 の場合は、3ゴールドで、ちょっと今 C5 に入ってるクラブがないんですけど、C5 はですね確か2やったと思います。でそれ以下は、1ゴールドですね。まあこのエリートレースで基本的にこのシルバーを稼いでいくことになるので、まあ、それと一緒にですね、ゴールドもちょっとずつ増えていくといった感じでございます。で次にですねこちらのカーデリバリークエストですね、まあ、これでゴールド2ゴールド稼げる、まあ、クエストがあるんですけど、まあ、これ最初ですね解放するのに確か5ゴールドぐらいいるので、まあ、3回目やってやっとプラス1で、そこからはどんどんプラスになっていくっていう、ことなんですけど、まあ、その最初のですね5ゴールドを惜しまずにこれはすぐに開いちゃっていいかなと思います。で、続きまして、5つ目ですねボックスデリバリーということで、まあ、このパーツ配達ビジネスがあるんですけど、まあ、これはですねちょっとまあマップにそのナビが出ないっていうのと、なんか3つぐらいそのパーツをですね運ばないといけないということで、結構ですね効率がまあ悪いと思います。まあ、だからまあゴールド稼ぐのはまあギリギリいいと思うんですけど、僕はですねあまりやってないですね。で、最後ですねこのタイムアタックイベントっていうのがあるんですけど、まあ、これはですね、まあ、一応トップ10に到達して100ゴールド、トップ50に到達して60ゴールドっていうですね、まあ、結構大きめのゴールド報酬はありますけど、まあ、結構上の方なんで、まあ、これはまあ正直無理かな。まあ、僕も諦めててこれ一回もやったことないんですけど、まあ、ちょっとですねこれはどうなんでしょうね。多分トップ500でもまあまあ厳しいんじゃないでしょうかね。まああんまり僕こういう系のやつはあんまりやったことないので、イベント系はやらない派なんでちょっとわからないんですけど、まあ一応ですねこの6つの方法があるかなと思います。基本的にはクラブのエリートレースとで、まあカーデリバリークエストでまあ稼いでいくかなっていう感じですね。まあ僕としては、まあ、一応6つ言いましたけど、僕はもうそんな感じですね。もうレベルアップもほとんどしないですし、もうクラブも全部クリアしちゃってるので、そういう感じとなっております。ではですね次シルバーの方いきます、シルバーはですね全部で、9つあります。まあシルバーもまあ結構ゴールドと似てるんですけど、まずですねレベルアップですね。レベルアップ一緒ですね。でクラブクリアも一緒です。で、各クラブのエリートレースということで、これはですねちょっと細かく分かれるんですけど、まずですね C6、まあ、これ1万2000シルバーで、 C5 が、確か1万1000シルバーやったと思います。で C4 がですね、これですね、1万シルバー、 C3 が、7000シルバーこれですね、7000シルバーで、C2 がこれですね5000シルバーなんですけど、峠のですね C2 のクラブだけ7000なんですよ。僕この Z34 入れてるんですけど、 ここですねここの藤原匠がいてるとこ、ここのクラブだけ、C2 なんですけど7000シルバーもらうことができます。
ただ評価がですね結構高いんですよここ。だから結局そういうですね難しさはあります。で、C1 がこれですね、これ3000シルバーということで、まあ昔はですねどのクラブのエリートレースやっても5000シルバー一律っていう感じだったんですけど、どっかのタイミングでですね難しいクラブの報酬は一気にガッと値段が上がってですねお金稼ぎがしやすくなったという感じでございます。で、次4つ目ですね、カーデリバリークエスト、まあ、5000シルバーと3000シルバーとあります。まあ、これはですねまあ僕もまあちょっと急遽シルバーが欲しいなっていう時はやってますね。まあ、5000シルバーの方は結構やりますからね。ちょっと3000はやったりやらんかったりですね。でボックスデリバリーあるんですけど、まあこれもですね5000と3000ありますけど、まあだいぶ効率が悪いので、まあ僕は基本的にはもうこれもう開けてもないですし、これはですね基本的にはやってないですね。で、次、6つ目、タイムアタックイベント、まあ、これもトップ100で95,000、トップ250で35,000、トップ500で20,000というですね、まあ、報酬がありますけど、まあ、ちょちょっとやってですね例えば250とか入れるんやったらまあいいと思うんですけど、トップ500入るのにまあやきになってしまって何回もやってとかやったらまあもったいないかなと思いますね。で、次7個目、ドリフトレース、シングルレースですね、まあ、こういう感じのまあ、フリードリフトであったりとか、シングルレースとか、ドリフトとか、まあ、あるんですけど、まあ、これはですねあのかなりこの、まあ、速いタイムとか、高いドリフトポイントを出さないと高い報酬がもらえないという感じになってます。で一応 1.5 倍にできる、コマーシャルもあるんですけど、そのコマーシャルのカウントダウンというかですね、このなんか、1秒ごとに報酬が減っていくみたいなシステムなんですけど、それが早すぎるんで、これはほんまにやることがなくなった時にやるっていう感じなんですけど、ただまあそのドリフトにしてもシングルにしてもなかなかですね、そのまあ速い車とかドリフトしやすい車っていうのを作らないと高額報酬にはちょっと手が届かなくなってるかなという感じでございます。で8つ目、緑の光を出す箱ということでですね、まあこれはまあもうこのゲームやってる人ならまあみんな知ってると思いますけど、まあ、ちょっとですねせっかくなので1個探しに行きます。おお86久しぶりやな。あったあったあった、もう出てきた、早いね。これでございます。これでですねまあ大体まあ500ぐらいからまあ高かったら2000ちょいぐらいまであると思うんですけど、さあいくらでしょうか。お1593、これまあまあ高いですね。ドライブしながらこの箱を探すとかそういうのもありです。でこの箱はですねそのレベルかな、レベルに応じてあの中身のシルバーのまあ最大金額が上がっていくみたいなんですよ。だからレベルが低いうちはこれ壊してもですね結構安い金額しか出てこないんですけど、レベルが上がればこうやってまあ1500とか、まあ、2000とかポンって出てくるような感じになってたと思います。そして最後ですね9つ目が、車を売るということで、まあ、いらない車ですね、まあ、例えばまあ僕もこれ TT ですね、ここに、ずっと家には置かずにここにあるんですけど、こう車を押したらですね左にドルマーク出てきて、でこれを押すと、売ってしまってよろしいですかということで、出てきます。まあ、ただですねただ、車を買うこととか考えると、まあ、だいぶこの金額って安いんで、もうほんまにいらんなって思う車しか売らないですよね。はい、まあ、僕もこれあの86とかロードスターとかあの買ったのにクラブの報酬で手に入ったっていうこともあって、まあさすがに2台はいらんかと思ってあの売ったことはあるんですけど、まあ1台しか持ってなかったらね、まあちょっとまあ僕はもう売らんようにしてるんですけど、ダブったやつだけ売ったんですけど、あの Z32 のですねあのコンバーチブルもあれも売りましたね。もうないでしょこれ。はい、ということでまあこんな感じでございます。最後にですね節約術について軽く説明していきたいんですけど、まあ、まずはですねやっぱりまあその最初の初心者の状態のことを考えると、まあ、無駄なドレスアップはしないというところは重要になってきますね。はい、まあ、やっぱりこのかっこいい車に乗りたいっていうのはやっぱりあると思うんですけど、でもまあ評価は上がるんですよ。確かにそのパーツつけたりすると、ただまあ色変えても意味ないですし、まあ評価もまあ思ったほど上がらないですよね、ドレスアップしても。だからまあこうやってまあ僕もあのほとんどの車見た目いじってますけど、まあ、やっぱりこれもあのなんていうかもういじってもいいかなっていう風になってからやったと思うんで、最初のうちはですねもうどんどんその車を速くすることにお金を使っていった方がいいかなと思います。で
で、あとですね、2つ目なんですけど、どのパーツを買えば効率よくランク評価を上げれるか見極めて買うと、まあ、いうことなんですよね。これ結構重要なんですよ。だから今ちょっとこれ、チューニングショップ行きますけど、まあ、これですね結構ややこしいんですけどね、このランクと評価っていうのが、まあ、ランクっていうのはこの左に書いてる、まあ、青いマークのですね数字ですね、299で、評価がこの右の R って書いてる910って書いてるやつなんですけど、このパーツにもですね、C と R 書いてます。でエンジンと、ボディ、まあ、軽量化で、まあ、C が上がると、で R で、トランスミッション、サスペンション、ホイール、ボディ、まあ、この4つで、R が上がるという感じになってるんですけど、まずですねこの C というのは何かというと、ここに書いてるんですけど、1000割る車重かける馬力と書いてます。だから、馬力を上げるか車重を軽くするとこの C が上がるということですね。まあ軽量化はですねこれ両方上げれるんですよね。これだからめちゃめちゃコスパいいです。で、サスペンション、まあ、足回り関係ですね、足回りブレーキ、アームスタビライザーでコイルとダンパーか、このですね一番右の、まあ、コイルとかタイヤとかはもうここら辺は知れてるんであんまり考えなくていいと思うんですけど、その評価上げるっていうことに関しては、まあ、だからまあ基本的にはこの左4つですねで上げていくんですけど、まあ、例えばエンジンを見てランクをまあ大幅に上げたいと考えた時に、まあ、例えば今この、どうしようかな、まあ、ターボを見て、まあ、レーシングターボ114,800でプラス17って書いてます。で、このインマに見て、レーシング見た48,600シルバーでプラス13って書いてますっていうのを考えた時に、こっちは約12万使って17しか上がらんのに、こっちやったら、まあ、約5万で13も上がるねみたいな、まあ、そういうあの軽い計算でいいと思うんで、で、まあ、シリンダーヘッドやったら4万3000で8で、エンジンブロックやったら4万6000で12、じゃあエンジンブロックかインテークマニホールドでランク上げようかなみたいな、ターボで上げるか、シリンダーヘッドで上げたらちょっともったいないねみたいな、まあ、そういうですね考え方です。で、まあ、このゲームはですねその基本的に直角のようなコーナーとか多いんですけど、だから低トルクをですね、上げる方がいいですね。まあ、これも またおいおいチューニング編みたいな要望があればやりたいと思います。で、最後ですね、まあ、これも節約術と思うんですけど、まあ、評価ですね、まず買うときにですね評価を考えないといけないっていうのはあります。まあ、評価が安い車を買ってしまうと、そのクラブに入れるときに評価をかなり上げないといけないんですよ。だからもともと評価が高い車を買えばそんなに評価上げずにクラブにポンって入れたりするので、まあ、そもそもその評価の高い車を買うっていうのが結構節約につながるんですけど、まあ、それでもやっぱどうしても自分の運転したい車ってまああると思うんですけど、まあ、それで買ってまあ評価が低い場合に、まあ、どうやって評価をガッと上げればいいかというと、まあ、エンジンスワップをするかミッション交換するかボディ交換するかですね、ここら辺をやれば一気に評価を上げれます。まあ、こういう感じなんですけど、エンジンスワップ、今910ですね、ほらめっちゃ上がるねこれ、$225,000で350上がります。ただまあこの225,000シルバーっていうのは初心者ではめちゃめちゃ高い額なんで、まあ、手つけれないと思うんですけど、まあ、でも45,000シルバーでも100上げれるんですよ。だからまあ車1台まあ大体これぐらいするんで、まあ入れたいクラブがあともうちょっと評価がっていう場合はこういうのでもいいですよね。でエンジンだけに限らず、まあ、トランスミッションも例えば6万でプラス65とか、14万でプラス100で、ボディはプラス17万でプラス150とかプラス12万で100とか、まあ、こういうのがあるんで、このボディの交換とかですねトランスミッションの交換とかエンジンスワップとかは一気に評価を上げれるチューになってます。だから、まあ、これサスペンションとかホイールとかあとまあこのボディキットとかエアロパーツとかでもう評価はちょっとずつ上がっていきますけど、そういうのでちょっとずつ上げていくよりかはもうこっちを使った方が断然ですね効率がいいと、低コストということになっております。まあ、でもこれのいいところは評価が上がるだけじゃなくてランクも上がるんですよ。だからそのランクを上げれるパーツってまあ一個もないんで、もうこれはですねボディは一番強いです。ボディの交換とでボディの軽量化ですね、ここは一番強い。だからこれはもう一番にやってもいいかなっていう、まあ、ちょっともうこれチューニング編みたいになってますけど、まあ、一応節約術として、はい、伝授しております。まあ、こんなもんですかね、はい。まあ、もっと細かいことはまた要望があればちょっとチューニング編やりたいと思いますので、コメントですねどんどんしていただきたいと思います。